お、来た。はい、来ましたね。はい、こちらダークソウル3の、最新のものになってます。で、これ、後でもご紹介しますが、発表させていただいている体験会をこの後やっていくんですけども、それの、体験いただくマップをちょっとだけご紹介しようかなと思っています。これは、盗賊スタイルというような。かっこいいですね。まあ、今回はこういうようなマップですね。スクリーンショットの方でも、公開をしていたところなんですけども、こういうような生足ですか？足、こういや足自体は若干そのなんか膝丈ぐらいっていうのかな。いやそうですね、ね、ペカペカ足出てますよね。はい、っていう感じになっていて、よいしょ。で、今日ちょっとお伝えをしたいなと思っているのは、前々から話をしているんですけど、戦技っていうですね、今回ダークソウル3ならではの、アクション、剣撃バトルのアクションがさらに深まったっていうものがあるんですけども、まあ、武器固有のアクションっていうのがあるんですが、今回まだお見せしてない武器固有のアクションが今日ちょっとだけ見せようかなと思っています。これ今持ってるのがこの盗賊の探検なんですけど、この盗賊の探検が持っている、戦技というのをちょっとこの後お見せしたいなと思っています。で、盗賊の探検の戦技は、クイックステップと呼ばれるもので、いわゆる結構素早い回避のステップをすることができるというようなものになっています。ちょいとご覧いただきましょうか。両手持ちにしたタイミングで使うことができまして、なんかおこれはまあ普通のローリングですよね。まあ、こうやってシャッシャッとこう、すごいっていうような素早く、かなり素早くなりましたね、動くことができるというような。で、この戦技を使う と、左上にゲージがあるんですけども、青色のゲージを消費するようになっています。これはローリングではあるんですけど、これがで、これをうまく使うとですね、相手の背後に急に回れたりとかですね、探検、盗賊らしい動きができます。ちょっとすみません、なんかね、なかなかうまくいかないですね。うわすごい、おお、かっこいい。で、この青いゲージっていうのは、アイスト瓶が青色が、これはネットワークテストでもありましたけども、これを使うと回復することができるということで、今回はエスト瓶2つという感じになってます。これは特にこのクイックステップという、戦技なので、すごく早く動くことができると。またちょっと使ってみましょう。なんかロックも小さくなりましたね、丸が。あ、そうですね、これはそうですね。なので、よりその盗賊らしい動きができるようなステップができるというようなものになっています。警戒ですね。ちょっと回復しておきますね。青いのかっこいいですね。で、もう少し今度はショート棒をちょっとご覧いただこうかなと思ってます。で、これE3 の初出の時に少し紹介していて、ローリングしてからすぐ打てますよみたいなね、お話をしたら、こういうふうにね、すごいっていうのがあったんですけど、このショート棒の、戦技は、まあ、いわゆる連射することができるというもので、っていう感じで一気にパパパッと打つことができるというものもあったりします。なので、今これ盗賊使ってますが、よりその盗賊らしい動きができるように、ちょっと今ステップでバックしたばっかりですけども、実際ちゃんとパリもありますので、パリここにもう少し敵がいるので、こうやって、ね、敵がいっぱい来た時にこの戦技が使えると
という感じで火を翻弄しながら倒すことができるというような興奮する興奮する興奮しますね。こういうステージで、このあと今週末から行う体験会の方は実際に体験していただくことができます。この先ちょっと歩いてみると、はい、こんなような風景も広がっておりますので、ここの先はすごい、ぜひ体験会で、ね、楽しんでいただければと思いますので、早くやらせろ早くやらせろ、いろいろこう見えるんでね、こうなんだろうなっていうのを思いながらちょっと体験してもらえると嬉しいなと思っております。まあ、これ特にね、あの本当に動きが速いキャラクターなので、ちょっとこうシュッシュとね、うん、っていう感じで、よりその盗賊らしい動きができるようになっていて、まあ、こんなような形でダークソウル3では戦技と言われるような武器固有のアクションで、よりそのキャラクターらしい動き方だったりとかアクションの幅みたいなものが入っているので、そのよりなりたい自分というかプレースタイルに合わせた形でキャラクターを作っていくことができるので、まあよりそのロールプレイ性みたいなねところが広がっていくんじゃないかなと思っているので、もうゆずさんのそのまあ自由なプレイスタイルでいろいろと試してもらえたらなと思っていますので、まあ武器とかね、あの手に入れたらとりあえず戦技やってみてね、どんな動きなんだろうっていうのをやりながら、自分に合ったアイテムだったり武器っていうのを使ってもらえるとより面白いんじゃないかなと思っています。